イルハン朝のハーンであるオルジェイトからフランスのフィリップ4世へ軍事協力を提案する1305年の書簡フランクとモンゴルの同盟はフランク人諸国のことを指すとモンゴル人の間で模索された協力関係を言う13世紀彼らの共通の敵であるイスラム国家に対抗するためフランク人による十字軍国家とモンゴルの帝国の間では 様々なリーダーによって何度かの同盟に向けた試みが行われた。この当時、モンゴル人はすでにキリスト教を一部授与しており、モンゴル宮廷に多くの有力なニストリウス派キリスト教徒が存在していたことから、このような同盟への動きは当然の成り行きであった。要因の一つには、伝説として長らく語り継がれていたプレスター・ジョンの伝説の存在がある。 フランクには東方からの援軍について提案を受け入れやすい背景が整っていたと言える。フランク人とモンゴル人はイスラム教徒を共通の敵としていたが数十年の間に多くの文書、贈り物、特使が交わされたにもかかわらずしばしば提案された同盟締結はついに有効な同盟実現には至らなかった。西欧とモンゴルとの接触は1220年頃に 教皇とヨーロッパ各国王から大ファンのような、モンゴル皇帝へ時折送られた書簡から始まり、その後モンゴルに征服された、旧ペルシャ地域のイルハン朝へと引き継がれた。交流は、モンゴルが復従と長行を要求するのに対して、西欧諸国はモンゴルに、キリスト教制法教会への改修を求めるという、パターンを繰り返す傾向にあった。モンゴル人は、 アジアの全域で彼らの進出に伴ってすでに多くのキリスト教国家とイスラム国家を征服しており、イスラム国家であるアッパース朝とアイユーブ朝を徹底的に破壊し滅亡させてきたが、この後数世代の間、この地域の最後のイスラム国家であるエジプトのマムルーク朝とは戦わなかった。十字軍国家の一つであるキリキアア・ルメニア王国のオーヘトゥム・一世は、イは1247年に モンゴルに、服属の姿勢を示すことによって、独立保障を得ることに成功し、他の周辺キリスト教国家の君主にも、モンゴルへの服従と提携について進めたが、わずかに彼の義理の息子にあたるアンティオキア公国の、ボエモン六世の説得に成功したのみであった。ボエモン六世は1260年に同調し、モンゴルに服属している。アッコの西洋派の騎士団に代表される近隣の他の、 キリスト教国家の君主たちは、モンゴル人に対してより懐疑的であったため、彼らを地域で最も重要な脅威として認識していた。そのため、アッコの騎士らはイスラムマムルーク長と歴史的にも奇妙な消極的同盟関係に関わっていった。その結果、1260年にマムルーク軍とモンゴル軍の間で戦われた。 アインジャールートの戦いの際には、モンゴルを攻撃するために進軍してきたエジプト軍が十字軍国家領内を通過することを黙認している。1260年代中頃から、モンゴルは脅威を及ぼす敵国であるという見方から、イスラム教徒に対する潜在的同盟国へと西欧諸国の態度が変わり始めた。モンゴルはこれを最大限利用しようと考え、 協力と引き換えに再征服したエルサレムをキリスト教国家に変換することを約束した。連携を強化しようとする試みは、ペルシャのモンゴル国家、イルハン朝の創始者であるフレグから彼の子孫であるアバカ、アルグン、ガザン、オルジェイトまで歴代ハーンとの交渉を通じて続けられたが、いずれも成功しなかった。モンゴルは1281年から1312年の間に、 キリスト教諸国との共同作戦として、たびたびシリア攻撃を目論んだが、致命的な物流補給の難しさとして軍が到着するのに数ヶ月単位で時間がかかることが、あだとなり、結局、いかなる方法においても、効果的な作戦行動を調整することができなかった。やがて、モンゴル帝国は内乱のために崩壊していき、エジプトのマムルーク朝は十字軍国家からパレスチナと シリア全土を取り返すことに成功した。1291年の悪コ陥落の後、残った十字軍は、キプロス島へ退いた。騎士団の一部は、タルトゥースの沖合にあるアルワード島に立てこもり、再度モンゴルとの共同軍事行動を計画し、タルトゥースに共闘法を確立する最後の試みを行ったものの、失敗に終わった。イスラム教徒は島を包囲して、これに応じた。 1302年アルワード島も陥落し、十字軍は聖地での最後の足場を失うこととなった。現代歴史家の間では、西欧とモンゴルの間の同盟が、レバント地域に勢力の均衡を変えることに成功したかどうか、そしてそれがフランク人にとって賢い選択であったかどうかについて議論されている。伝統的にモンゴル人は外部の第三国を進化。 または敵国としてみなす傾向があり、同盟国のような中間的な概念はほとんどなかったと考えられている。西欧諸国市民の間では偉大なるキリスト共同盟国が東方からやってくるという噂や予言が長らく語り継がれていた。これらの噂は第一回十字軍と同時期にはすでに広まっており、十字軍が戦いに敗れた後にうねりとなって一般に連覇した。 プレスタージョンとして知られている巨像に関する伝説が生まれ、彼の国は遥か彼方のインド、中央アジアにあるとされ、極端な例ではエチオピアですら彼の地と考えられていた。この伝説は十字軍兵士の士気を高めた。また、東方から来た一部の人々は、彼らが長らく待ち望んだプレスタージョンによって送られた軍であるかもしれないという希望から、 心よく受け入れられることとなった。1210年、キリスト教信者で内満部の君主であったクチュルクの女性となっていた。後に、政領を散脱し、モンゴルと戦って1228年に戦死。の闘争の噂が西欧に届いた。噂では、クチュルクの軍は、当時強大なイスラム国家であったホラズム社長と戦っていた。実際にはクチュルクは、 ホラズム長を指摘としては戦っておらず、むしろ半くらいの散脱時には、知力に対抗するため、ホラズム長と同盟さえしている。その他、クチュルクは、西領の散脱後は、ウイグル族のカラハンアサを攻撃しているが、実際に、ホラズム長を攻撃し、滅ぼしたのは、モンゴルの将軍ジェベである。欧州ではクチュルクこそが、神話のプレスタージョンではないかという噂が広まり、 再び東方のイスラムと戦おうという機運が高まっていった。第5回十字軍の間、キリスト教徒はエジプトのリムヤート包囲に失敗して退いており、プレスター・ジョンの伝説はチンギスカンに引きられた急速に拡大するモンゴル帝国の現実と混同されていった。1219年1221年にはモンゴルの侵略軍はマーワラ・アンナフル地域やペルシャ地域に侵入し、 東イスラム世界を侵略し始めていた。十字軍兵士の間で、インドのキリスト教諸国の王が、東方からイスラム教徒を攻撃しており、十字軍への援軍に来る、途中なのだと噂が広まった。1221年6月20日付の書簡で、ローマ教皇ホノリウス3世までもが、聖地を救うために、極東から来ている軍隊についてコメントしている。1227年、 チンギスカンが亡くなると、モンゴル帝国は彼の子孫によって四つの汗国に分割され、やがて内戦状態へと堕落していった。モンゴルの指導者たちが、モンゴルの首都カラコルムに戻り、次期大ハーンの地位をめぐって相互に反目し合っている。間に、北西のキプチャクハン国では、彼らのいとこにあたるバトによって、ボルガブルガール侵攻が行われ、主にハンガリーとポーランド方面で、 ヨーロッパを侵略、拡大していった。イルハン朝として知られる南西部はチンギスカンの孫にあたるフレグの指導家にあった。彼は彼の兄で大ハーンの門家を支援し続けたため、ペルシャとエルサレム方面へ前進を続けると同時に、キプチャクとも戦った。1246年のグユクからローマ教皇インノケンティウス4世への所管聖王と、 モンゴル帝国の間の最初の公式な交流は、ローマ教皇インノケンティウス4世と大ハーンとの間で行われ、書簡文書を携えた、特命全権講師は、陸路で数年をかけて、目的地であるカラコルムに到達した。交流は、西欧がモンゴルに、キリスト教制法教会への改修を要請し、モンゴルが西欧に服属を要求することで、応えるという西欧モンゴル間の規則的パターンと、 なって開始された。1242年、チンギスカンの後継者である大ハーン、オホデーの死去に伴い、モンゴルのヨーロッパ侵略は一旦終了した。モンゴルでは、大ハーンが亡くなると、帝国各地から次期大ハーンを選出するクリル隊を開催するため、有力モンゴル人たちは首都カラコルムに呼び戻された。その間、モンゴル軍の冷酷な西方への進軍は、ついには、 エジプトのアイユー部長イスラム教徒と同盟して、自らも西へと進出していたホラズム社長をさらに西へと追いやった。続く1244年、ホラズム長はキリスト教徒からエルサレムを奪還した。その後のラフォルビーの戦いの喪失の後、キリスト教国の将は新たな十字軍に備え始め、1245年6月、第一理四公会議でインノケンティウス四世によって、 宣言された。エルサレムの喪失は一部の西王人にモンゴルをキリスト教正法教会に改修させることができたならば、キリスト教国の潜在的同盟国になりうる存在としてモンゴル人に目を向けさせることとなった。1245年3月、インノケンテウス4世は複数の教皇勅書を出し、そのいくつかはタタールの皇帝宛てに、 フランシスコ会のプラノカルピニオ施設として送られた。今日この書簡はカムノンソルムと呼ばれているを用いて題名に変えるのが通例であり、この書簡のインキピットから命名されたが、この中でインドケンテウス4世は平和に対する欲求を表明しモンゴルの統治者がキリスト教徒に回収し、キリスト教徒を殺すのを止めるよう依頼した。しかし、 新しいモンゴルの大フ案として1246年にカラコルムで即位したグユクはローマ教皇の服従とモンゴルの権威に対して西欧君主らの兆候を要求する内容のみで回答した。そなたたちは誠実な心を持って私たちはあなたに服従し奉仕しますと述べねばならない。南寺自身とすべての封建王国の君主らは例外なく三大し奉仕し、 突き従わねばならない。その上で私は、そなたらの服従を認めるであろう。もしそなたが神の命令に従わないならば、そしてもし我々の命令に従わないならば、私は、そなたらを、我が敵国とみなすであろう。グユクハーンからインノケンティウス四世への戦二1246年1245年、インノケンティウス四世による二通目の書簡は、 ドミニコ修道会に属するロンバルディアのアンセルムスによって伝えられた。彼は1247年にカスピ海の近くでモンゴル軍の指揮官バイジュに会った。バグダード攻略を計画していたバイジュは教皇の権威を重に尊大な態度で接するアンセルムスら施設団に激怒して面会を拒否したものの同盟の可能性を歓迎して彼の施設としてアイバクトサーキスを通じて ローマにメッセージを送った。それから彼らはインノケンティウス4世の手紙ビアムアンヤシェール、ベラダーティスと共に1年後にローマへ帰還した。そこにおいて教皇は彼らの脅威をやめるようモンゴル人施設に訴えた。イルハンチョウのモンゴル軍が聖地の方面へ進撃を続けたため、都市という都市が次々とモンゴル軍の手に落ちた。典型的なモンゴルの侵略パターンは 各地域に降伏する機会を一度与えることになっていた。対象国が降伏を受け入れるならば、モンゴル軍はその地の民衆と兵士を彼らのモンゴル軍に吸収し、さらなる帝国の拡大のために彼らを利用した。降伏を受け入れない場合には、モンゴル軍は武力で屈服させるか、屈服させた上で誰かで構わず虐殺した。モンゴル軍が近づくと、モンゴルによる支配か、 もしくは徹底抗戦下の選択に直面し、いくらかのキリスト教国家も含む多くのコミュニティは全社を選んだ。1248年のスンバトからアンディ一世とイブランケのジャンへの所管1220年、キリスト教国ジョージアは繰り返し攻撃され、1243年にはジョー・ルスダンは正式にモンゴルに降伏し、ジョージアはモンゴル軍政府下で服属し、 モンゴル属領となった。キリキアアルメニア王国のヘトゥム一世は1247年にモンゴルに服属して、その後数年の間他の君主がキリスト教国とモンゴルの提携に参画することを奨励した。彼はカラコルムのモンゴル宮廷に彼の兄にあたるスンバトを派遣した。スンバトの書いたモンゴル人に関する楽観的な書簡は西欧諸国に 大きな影響を与えた。アンティオキア公国は最も初期の十字軍国家の一つであり、第一回十字軍の進行中の1098年に建国された。アンティオキア公ボエモン6世は、モンゴルの時代が来たと感じていた。彼の義理の父にあたるヘトム一世の影響もあり、ボエモン6世も1260年にアンティオキアをフレグに服属させた。 モンゴルの行政官と中東軍がアンティオキアの首都に配置され、広告が1268年にマムルーク朝の軍によって解体されるまで中東は続いた。ボエモン6世はまた、モンゴルとビサンチン帝国の間の関係を強化する方法として、キリシア正教改宗主教の座にエウティミウス2世を復権させることを認めるよう、モンゴルから要求された。 フレグはこの中世と引き換えに、1243年にイスラム教徒によって奪われたすべてのアンティオキア領をボエモン六世に与えた。しかし、彼のこのモンゴルとの関係について1263年に追求された結果、ボエモン六世はエルサレム総主教のジャック・パンタレオンによって一時的に破門されることとなった。1262年、または1263年頃、 マムルーク朝の王バイバルスは、アンティオキア公国への攻撃を試みたものの、モンゴルの干渉によって阻まれた。しかしこれ以降、年を追うごとにモンゴルは同様の支援をできなくなっていった。1264年から1265年にかけてはモンゴルはビレジクのフロンティアトリデを攻撃できただけだった。1268年、バイバルスはついに、 アンティオキア領を完全に制圧し、広告は170年の歴史に幕を閉じた。1271年、バイバルスは、ボエモン6世に書簡を送っており、彼に完全なる絶滅を匂わして脅し、モンゴルとの同盟を理由に、彼をあざけっている。我らの木旗はそタルの赤旗を跳ね返し、鐘の音は、アッラーフアクバルのタクビールに変えられた。まもなく、 我らの工場兵器がそなたらの城壁と境界に一撃を浴びせ、我らの剣がそなたらの騎士を家に帰らせるであろうと警告する。それから、我らは、アバカとそなたらの同盟が行使されるのか見ていよう。バイバルスからボエモン六世への所二1271年ボエモン六世は、トリポリ白国領以外のアンティオキア領を奪われ、逃亡したが、それも1289年に、 マムルーク朝によって陥落された。フランス王ルイ9世は彼自身が起こした第7回十字軍を通してモンゴルと接触している。彼の最初の海外遠征の挑戦の間に彼は1248年12月20日にキプロスで2人のモンゴル施設と面会している。彼らはイルハン朝のモースルからやってきたデイビッドとマークという名のネストリウス派の信者で ペルシャのモンゴル軍指揮官イルジギデイの書簡を携えてきた。書簡はそれまでの復従を迫るような内容と比較して、より怪獣的なトーンで書かれており、イルジギデイの使者は、エジプトとシリアのイスラム教徒の軍が合流するのを防ぐ方策として、イルジギデイがバグダードを攻撃する間に、ルイ9世がエジプトに上陸攻撃してほしいと要請した。ルイ9世は、大半の具行の下に、 ロンジュモーのアンドレを特使として派遣することで答えたが、特使がモンゴル宮廷に到着する前に、グユクは主食が過ぎたために休止してしまった。代わって面会したグユクの未亡人で殺傷のオグルガイミ主は、ルイ九世への返礼として、贈り物と見下したような手紙を特使に与えたのみで、返し、彼に毎年三時を送り続けるよう兆候を命じた。IU 部朝。 エジプトに対抗するルイ休世の作戦は失敗に終わった。彼はイルジギデーの提案の通り、エジプトへ上陸し、リムヤートの包囲戦でリムヤートの占領に成功したが、マンスーラの戦いで全軍を失い、エジプト軍に捕虜にされてしまった。結局、莫大並みの白金とリムヤート周辺のすべての占領した都市の返還と引き換えに、彼の解放交渉がなされた。 数年後の1252年に、ルイ9世は、エジプトと同盟して、シリア攻撃を模索したが失敗し、1253年に、彼はイスマー・イール派の暗殺教団とモンゴルとの間で、再び同盟を模索した。ルイ9世は、ヘトゥム1世の兄、アルメニア軍司令官スンバトが、モンゴルのことを褒めたたえる書簡を見習って、自らもモンゴル宮廷に、 フランシスコ会のウィリアム・レブルックを派遣した。しかし、モンゴルの大ハ案、モンケは1254年にウィリアムを通じて、編章を返すだけで応じ、モンゴルへの国王の復従を求めた。ルイ九世は、1270年に彼自身2回目の十字軍を、くわ立てた。モンゴルのイルハン朝の君主アバカは、十字軍がパレスチナに上陸したら、 直ちに軍事支援をしてほしいと書簡で、ルイ九世に要請したが、ルイ九世はパレスチナではなく、現代のチュニジアにあたるチュニスに進軍した。彼の思惑は明らかに、最初にチュニスを征服して、そこからエジプトのアレキサンドリアに到着するまで、海岸に沿って彼の軍隊を動かすことだった。フランスの歴史研究家のアラン・ドゥ・マルジェとジャン・リシャールは、この時、 十字軍側は未だ、モンゴルとの調整の企てが完了しておらず、1270年の時点で、ルイ九生が、アバカからのメッセージに対して、彼の軍と十分に協議ができていないため、作戦を1271年に延期してほしいと、問い合わせせている最中で、シリアに代わって、チュニスを攻撃したのかもしれないことを示唆している。ビザンチン帝国皇帝、アルメニア、 モンゴルのアバカからの施設がそれぞれチュニスに在人していたが、類級制の突然の病没によって、彼の十字軍遠征計画の継続は困難となり、終止符が打たれた。伝説によると、彼の最後の言葉はエルサレムだった。フレングハーンは自ら認めるシャーマニズム信奉者であったが、それでもキリスト教に対して非常に寛容だった。彼の母、 ソルコクタニベキア、彼の最愛の聖妃ドクズハトゥンと彼の最も親しい協力者の何人かは、ネストリウス派のキリスト教徒だった。貴餓の重要な将軍の一人であるキトブカも、内満族出身のネストリウス派キリスト教徒だった。モンゴル族と彼らのキリスト教科診断の間の軍事的協力は、1258年1260年頃には相当な規模になっていた。 フレグノ軍は、アンティオキアのボイモンド6世、アルメニアのエ、トゥム1世のキリスト教軍隊、キリスト教のジョージア人と共に、この時代で最も強力な2つのイスラム王朝を、効果的に滅亡させた。バグダード、カンクバグダードへのモンゴルの、攻撃イスラム教の快祖、ムハンマドの叔父アッパースイブン・アブドゥルム・タリブのヤシャゴにあたるサファーフ、によって設立されたアッパース朝は、 749年の建国以降、アフリカ北東部、アラビア半島、近東地域を支配していたが、1258年の時点では、イラク中部の領域のみに縮小していた。バグダードはイスラムの宝石と称えられ、世界で最も大きく最も強力な都市の一つで、あると考えられ、ほぼ500年間、アッバース町のカリフの権力の座はバグダードに存在した。 しかし、バグダードは、モンゴルの攻撃を受けて1258年2月15日に、陥落し、このことは、イスラム世界において、しばしばイスラーム黄金時代の終焉として、イスラム史上の唯一の破滅的出来事と考えられた。キリスト教国のジョージア軍が城壁を破った、最初の軍で、彼らの破壊は、特に凄まじかったと後世の歴史家、スティーブン・ランシマンによって記述されている。 フレグがバフダードを征服した際、モンゴル軍は建物を破壊し尽くし、近隣のすべてを燃やし、ほぼすべての男、女、子供たちを大虐殺した。しかし、聖秘ドクズハトゥンの仲裁で、キリスト教系住民は助けられた。新しい、コンスタンティヌス一世とヘレナとして、シリアの聖書に描かれたフレグと、ドクズハトゥンアジアのキリスト教徒にとって、 バグダードの陥落は祝うべき事態だった。フレグとキリスト教信者である聖妃は、キリスト教の敵に対抗する神の使徒と思われるようになり、キリスト教会の象徴として位置づけられる4世紀のローマ帝国においてキリスト教を公認したことで、キリスト教の伝播に非常に強い影響力を及ぼしたコンスタンティノス一世と敬愛された彼の母の聖ヘレナに被験された。 アルメニアの歴史家ギャンジャのキラコスは、アルメニア教会のための聖句で、モンゴル王室のカップルを称賛した。また、シリア聖教会の主教で、文学者、歴史家でもあるバルヘブライスも、また、彼らをコンスタンティンとヘレナと称し、フレグについて、知恵と、気高さと輝かしい功績で並ぶもののない、王の中の王であると述べている。シリア侵略バグダード陥落の後、 1260年に、モンゴル軍は、キリスト教徒と共に、イスラム勢力の IU 部長の支配地域だったシリアを、征服した。彼らは1月には共同して、アレッポの都市を奪取し、そして3月には、キリスト教徒でもあるモンゴルの将軍キトブカの指揮により、アルメニア軍を伴ったモンゴル軍とアンティオケアのフランク軍は、ダマスカスを奪取した。 アッパース朝とアイユー部長の両国の滅亡とともに、近等地域は二度と文明の中心となることはなかった、と、歴史家のスティーブン・ランシマンは述べている。アイユー部長の最後のスルタン・アンダーシル・ユースフは、その後間もなく死亡し、イスラム社会の中心は、バグダードとダマスカスを離れ、エジプトのマムルーク朝の首都カイロに移った。モンゴル軍は、エジプト方面への進撃を継続しようとした矢先。 大藩の門家が制御したことにより撤退を余儀なくされた。フレグは大藩の地位の継承を狙っており、急いで首都カラコルムに戻り、彼の軍の大藩を引き連れて、牽制を誇る必要があった。そのため、彼の留守中、わずかな軍と共に将軍キトブカを残し、パレスチナ地域を占領させることとした。ガザに駐屯した約1000名の守備隊からなるモンゴル軍は、 パレスチナをエジプト方面に向かい南へ送られた。アインジャールートの戦いシドン・ハクジュリ・アングルニエによって老いを殺された後、シドンに押し寄せてるキトブカ軍モンゴル軍とアンティオーケアのキリスト教徒の協力にもかかわらず、レバント地域の他のキリスト教徒はモンゴルの接近を不安を持って見ていた。エルサレム総主教のジャック・パンタレオンは、モンゴル人をはっきりした脅威とみなし、 1256年に彼らについて警告するために教皇に手紙を書いた。しかし教皇は1260年にドミニコ修道会に所属するアシュビーのダビデオフレグの宮廷に派遣したのみであった。シドンではシドン及び暴風徒上の領主であったジュリアングルニエ博はモンゴルの領地であるベッカー高原地域を吸収して略奪する機会を得た。 この略奪で出た、モンゴル人死者の一人にキトブカの老いがいた。キトブカは報復として、シドンの都市を吸収した。この出来事は、モンゴルと、この時点で拠点の中心が、沿岸都市であるアッコに移った十字軍勢力との間に、不信の疑念を増すこととなった。アッコの十字軍は、モンゴルとマムルーク朝の間で用心深く中立の立場を維持するため最大限の努力を尽くした。 マムルーク朝との長い構想の歴史にもかかわらず、十字軍国家は、モンゴルの方がより大きな脅威であると認め、慎重な議論の末、従来の敵とは消極的な休戦を結ぶことを選択しようと考えた。モンゴルから捕らえた馬を安価に購入する権利を得るのと引き換えに、十字軍国家は、マムルーク朝の軍隊がモンゴル攻撃のために、 北方へ向かう際に7キリスト教国家の領域を通過することを認めた。この急戦の結果、マムルーク軍はほど近いアッコに宿営、再補給が許され、1260年9月3日、ついにアインジャールートでモンゴル軍と交戦した。モンゴル軍はその主力がフレグと共に撤退していたためすでに消耗している状態であり、十字軍国家の受動的な支援によって、 マムルーク軍はモンゴルに対する決定的かつ歴史的な勝利を成し遂げることができた。戦いに敗れたモンゴル軍の残党はヘトゥム一世によって受け入れられ、再編成されてキリキアアルメニア王国に編入された。モンゴル側から見ると極地戦艦小規模な軍での戦闘であったとはいえ彼らが外敵に負けた初めての戦いであったためモンゴルの歴史の大きなターニングポイントとなり、 モンゴル帝国の止められないと思われた拡大に西の境界を設定することとなった。教皇との通信1260年代にはモンゴルに対するヨーロッパの認識に変化が生じ始め、彼らは敵としてではなくイスラム教徒との戦いにおいて潜在的な同盟国タリウールとみなすようになった。1259年まで教皇アレクサンデル4世はモンゴルに対抗して、 新たな十字軍を促していて、アンティオキアとキリキアアルメニア王国の君主がモンゴルに作法を受けたことを聞いて、非常に失望していた。アレクサンデル四世は来たるべき、評議会の課題に、この2君主の権を加えようとしていたが、1261年、評議会が招集される直前に、新たな十字軍を起こすこともできず、休止した。人のの選出が行われ、 早くから、モンゴルの脅威について、警告を発していた、エルサレム大司教のパンタレオンに決まった。彼は、教皇ウルバヌス4世を名乗り、新たな十字軍設立のための資金を集めようとした。1262年4月10日、イルハン朝のハーン、フレグは、フランスのルイ9世に、ハンガリーのジョンを通じて、新しい書簡を送り、再び同盟の締結を要請した。 書簡は以前はモンゴルは教皇がキリスト教徒のリーダーであるという印象の下にいたが真の力はフランス国王にあることを理解したと説明したそして教皇の利益のためにエルサレムを占領するというフレグの意向に言及しエジプトに対抗して艦隊を派遣することができるか類休制に尋ねたフレグはキリスト教徒のために エルサレムを回復することを約束しつつ、一方で、モンゴルの世界征服の探求において、モンゴルの主権は譲らないことも主張した。ルイ9世が書簡を実際にどう扱ったかは、明確になっていないが、いくつかの点は、教皇ウルバヌス4世に伝えられ、彼は、前任者と類似した内容で回答した。彼の教皇直書、エクスルターウィートコルナストラムの中で、 ウルバノス四世は、フレグに、キリスト教信仰に向けた神前の表現に対して、歓迎の言葉を述べ、キリスト教への改修を推奨した。歴史家は、ウルバノス四世の行動の正確な意味について、意義を唱えている。英国の歴史家、ピーター・ジャクソンによって霊称される、主流派は、ウルバノス四世はこの時点で未だ、モンゴルを敵としてみなしていたと考えている。この認識は、 数年後に、モンゴルが潜在的な同盟国であるとみなされたとき、教皇クレメンス4世の知性の間に変わり始めた。しかし、フランスの歴史家、ジャン・リシャールは、1263年という早い時期に、ウルバノス4世の取った行動がモンゴルと欧州の関係のターニングポイントとなる引き金になり、以後モンゴルが実質的な同盟国と認識されるようになった、と主張している。 リシャールはまた、キプチャクハン国のモンゴル族が、イスラム・マムルーク朝と、再び同盟を結んだことに対する反応として、西欧とイルハン朝のモンゴル族と、ビサンチン帝国の間の連合が形作られたと、主張している。しかし、歴史家主流派の共通の見方は、同盟を成立させるための多くの試みがなされたが、試みが不成功に終わったということである。 フレグが1265年に崩御した後はアバカが後を継ぎ、西欧との協力の追求はさらに続行された。アバカは継承のため本来仏教徒であったが、東方正教会教徒で、ビサンチン帝国の皇帝ミカエル八世、パレオロゴスの諸王女、マリア・パレオロギナと結婚した。アバカは1267年と1268年を通して、 教皇クレメンス4世との外交を続け、施設をクレメンス4世とアラゴンをハイメ一世に使わした。クレメンス4世への1268年のメッセージでは、アバカはキリスト教徒を援助するために兵を出すと約束した。これが1269年に行われたアッコへのハイメ一世の遠征失敗につながったかどうかは不明である。ハイメ一世は小規模な十字軍を始めようとしたが、 彼ら地中海を横断を試みたところ、彼の艦隊を嵐が不意に襲い、大部分の船は引き返さざるを得なかった。ハイメ一世の十字軍は、最終的には彼の二人の諸子フェルナンド・サンチェス・デ・カストロとペドロ・フェルナンデス・デイ・イハルによって行われ、彼らは1269年12月にアッコに到達した。アバカは彼の初期の援助の約束にもかかわらず、 トルキスタン方面からのキプチャクハン国のホラーサーニへの侵入というもう一つの脅威に直面していたため聖地奪還のためにはわずかな力を割くことのみに追われほとんど何もできなかったが1269年10月にハイルとシリア国境に沿って侵略の脅威を振りかざし始めた遠からずして彼は10月にシリアのハラムとアッパメアまで襲撃したが バイバルスの軍が進撃してくるとすぐに退いた。第9回十字軍1269年、英国の若きエドワード皇太子は、彼の王子にあたる、死死神のリチャードの、フランス王を類7世以来といった第2回十字軍の話に触発されており、彼自身の十字軍を始めた。十字軍として、エドワードに同行した騎士と家来の数は、極めて少なく、おそらく230人の騎士と、 それを取り巻く約1000人の従者で13隻の船からなる召喚隊で運搬された。エドワードはモンゴルとの同盟の価値を理解しており、1271年5月9日のアッコへの到着と同時に、彼は直ちにモンゴルの統治者アバカに死者を送り、同盟を要請した。アバカはエドワードの要請に積極的に応えた。そしてエドワードの軍に合流し、 マムルークに対して攻勢に出るための一万機のモンゴル兵と共に将軍様がるのやんを派遣するため彼の攻撃時期を調整するよう問い合わせてきた。モンゴル軍の実態はイルハン朝に服属するアナトリアのたった一万人ほどの騎兵軍であったが、とはいえ、キトブカの再来を思わせるモンゴル軍襲来の方がムスリム住民に与えた心理的恐怖は大きかった。モンゴル軍は アレッポのトルコ人防衛軍を破って南進し、アパメアまで襲撃した。一方、エドワードはその兵力の少なさから、かなり効果の少ない襲撃を行うことはできても、新たな領地を広げるような実質的な成功を収めることはできなかった。例えば、略奪のためにシャロン兵野へ侵入した時、小さなマムルークの城塞閣でさえ攻略できないと分かった。しかし、 かなり限定的ではあったけれども、エドワードの軍事作戦は、コシガイとマムルーク朝の間で10年の休戦に同意するようにマムルーク朝、君主バイバルスを説得するには役立ち、1272年に休戦協定が締結された。エドワードの努力は、歴史家、ルーベンアミいによって、これまでに成し遂げられることになっていた、エドワードあるいは他の西洋の君主らによる本当の、 モンゴルと西欧の連携に最も近いものと言われた。教皇グレゴリウス10世は1274年にモンゴルとの接触において新たな十字軍を発布した第二リオン公会議1274年、教皇グレゴリウス10世は2回目のリオン公会議を招集した。アバカは13から16人のモンゴル代表団を送り、特にメンバーのうちの3名が公会の洗礼を受けた。 大きな物議を引き起こした。アバカのラテン語通訳だったリカルドゥスは、会議において、アバカの父フレグのもとで、以前の聖王とイルハン朝の関係を埋説した中で、フレグが、キリスト教国の施設を彼の宮廷に迎え入れた後、彼はハーンに対する彼らの崇拝と引き換えに、東方聖教会のキリスト教徒に対して、税と不益の免除に同意したことを示す、報告書を提出した。 リカルゥスによると、フレグはまた、西欧諸国の交換、施設に対する嫌がらせを禁止し、西欧諸国にエルサレムを返還することを約束した。フレグの死の後についても、彼の息子アバカもまだ、シリアからマムルーク長を追い出すと固く決心していたことを、リカルゥスは会議の中で保証した。会議で、グレゴリウス10世は、彼の 信仰の熱意のための焦点における大いなる計画を整備し、以下の4つの要素を含む、モンゴルと連携した新たな十字軍の実行を発布した。すなわち、3年間新しい税を課すこと、サラ先人との貿易の禁止、イタリアの海洋共和国による船舶の補給協定、西方協会諸国とビサンチン帝国パレオロゴスや、モンゴルイルハン朝のアバカとの同盟締結、 の四つである。それから、アバカは、ジョージアのバサリ兄弟によって案内された、別の施設も送り、西欧の君主たちに、軍の準備状況も通知した。グレゴリウス十世は、十字軍に、彼の教皇大使を同行させ、イルハン朝との軍事作戦の調整を担当させる、つもりであると答えた。しかし、教皇の計画は、他の西欧の君主らには指示されず、 十字軍に対する熱意は失われていった。ただ一人、西欧君主の中で初老のアラゴンのハイメ一世だけが、直ちに十字軍を編成して派遣することを主張したが、会議を動かすことはできなかった。新たな十字軍派遣のための資金調達が計画されたが、完遂されなかった。この計画は1276年1月10日のグレゴリウス十世の死によって、 基本的に停止された。そして、この遠征に融資するために集められた資金は、代わりに、イタリアで分配された。シリア侵略1281年の第二次ホムスの、戦いでのモンゴル兵の敗北欧州諸国からの、支援が得られず、十字軍国家の一部の西欧人は、1280年1281年に、かけて、モンゴルと共同作戦で結びつこうとした。 1277年、マムルーク朝のスルタン、バイバルスの死去はイスラム地域の混乱につながった。そして、聖地において他の派閥が新たな行動に出るための後期となった。モンゴルはこの機会をつかんでシリアへの新たな侵略を計画し、1280年9月にバグラスとダルビ先を占領し、10月20日にはアレッポに到達した。アバカは、 モンゴルの勢いを買って、施設をイングランドのエドワード1世、アッコの十字軍、キプロスの遊具3世とトリポリのボエモン7世に派遣し、作戦に対する彼らの指示を要請した。しかし、十字軍側は多くの援助を得るにも彼ら自身10分に組織されていなかった。アッコでは、教区牧師長が、都市は上のために損害を受けており、エルサレム王も、 別の戦争にすでに巻き込まれていると答えている。マルガット城の地元の西洋派ネ騎士団は、1280年から1281年にかけてマムルーク町に占拠されたクラックデシュバリエまでそう遠くないベッカー高原を襲撃することができた。アンティオキアの遊具3世とボイモン7世は彼らの軍を動員したものの、彼らの軍隊はバイバルス死後の混乱を経て、 後継者の地位を獲得した新たなスルタン、カラーウーンの軍によって、モンゴル軍との連絡を阻まれた。カラーウーンは1281年3月に、エジプトから軍を北に進め、十字軍とモンゴル軍の間に彼自身の軍を配置した上で、1281年5月3日に、アッコの騎士との10年間の休戦協定をさらに10年10ヶ月、更新し、 潜在的同盟国を分断することに成功した。彼はまた、1281年7月16日に、トリポリのボエモン7世との間でも2回目の10年間の休戦協定を更新締結して、エルサレムへの巡礼者の出入りを認めた。1281年9月、モンゴル軍は彼ら自身の5万機に加えて、キリキア・アルメニア王国のレボン3世の3万機、ジョージアの軍、 マルガット城の騎士200機を引き連れて戻ってきた。そして、アッコの騎士団がマムルーク町との休戦協定に同意していたにも、かかわらず、彼らは部隊を送り込んだ。モンゴル軍と彼らの同盟軍は1281年10月30日に第二次ホムスの戦いにおいて、マムルーク軍と戦い、スルタンは大きな損害を被ったものの、対戦の決着はつかなかった。 報復として、カラーウーウンは1285年に、マルガット城の西洋派歴史団を包囲、占拠した。1289年のモンゴル語で書かれたある軍から、フィリップ4世への書簡の冒頭全文1290年の、ある軍から教皇ニコラウス4世への書簡アバカは1282年に、占拠し、ハーンの地位は、イスラム教に改修していた彼の弟、 テグデルに速やかに引き継がれた。テグデルは、西欧との同盟を模索していたアバカの方針を、翻し、その代わりに、マムルーク朝のスルタン、カラーウーンに同盟を求めた。カラーウーンはこの頃、シリアへの進撃を続け、1285年に、西洋派ネき師団のマルガット城、1287年にラタキア、1289年にトリポリハク国を占領していた。 しかし、テグデルのイスラム系統主義は、支持が得られず、1284年に、仏教徒でアバカの長男のアル軍が、大藩のクビライの支持を取り付けて、反乱を起こし、テグデルを処刑した。それから、アーガンは、西欧との同盟の意向を復活させて、複数の施設を欧州各国へ派遣した。アル軍の最初の施設は、 クビライファンの西洋天文学部の長でネストリウス派の科学者イーサ、ケルメルチが送られた。ケルメルチは1285年に教皇ホノリウス4世に越見し、サラセン人を追い出して偽りの地を西王人と分かち合おうと申し出た。第2の施設は高齢の聖職者ラッパーン・マールサウまであり、彼は当時としては珍しい中国からエルサレムまでという巡礼の 最中でイルハン朝に滞在していた。バールサウマと後のブスカレロデニゾルフィのような他の施設を通して、ある軍はもしエルサレムが占領できた際には彼自身が洗礼を受け、キリスト教徒にエルサレムを返還するだろうと欧州の君主らに約束した。バールサウマは欧州の各国君主によって温かく歓迎されたが、西欧諸国の十字軍や、 政治奪還に対する関心は失われつつあり、同盟関係を構築する任務はついに実を結ぶことはなかった。イングランドは外交代表として20年前のエドワード一世の十字軍の一員として従軍したジェフリー・オブラングリーを送ることによって応え、1291年、イングランド大使としてモンゴルの宮廷に送られた。ジェノバの造船技師派遣西王とモンゴルの別の 連携として1290年、ジェノバ軍が海軍活動でモンゴル軍を援助しようとした際に試みられた。計画では、航海でマムルーク朝の船を攻撃するために2隻のガレー船の建造と船員の派遣を行い、インドとのエジプトの貿易を遮断する活動を行うことになっていた。ジェノバは貿易面でマムルーク朝の伝統的な支持者であったため、 これは明らかに1285年に、キリキア・アルメニア王国へのマムルーク・アサ、スルタン、カラーウンの攻撃に禁する大きな方針変更だった。艦隊を建造して、船員を乗り込ませるために、総勢800人のジェノバ人大工、スイフ、石ユミーテの船体がバグダードに向かい、チグリス川で建造作業を開始した。しかし、強硬派と皇帝派の争いのため、 ジェノバ人らはすぐに内部論争へと堕落し、バスラで互いを殺し合う事態に陥って計画はついえた。ジェノバはついに計画を取り消して、その代わりにマムルーク朝との新しい条約に調印した。これらすべての西欧とモンゴルの間で共同して攻撃を開始する試みはあまりに小さく、あまりに遅かった。1291年5月。 アッコの城塞都市はアッコ包囲戦の末、エジプトのマムルーク町によって征服された。教皇ニコラウス四世がこれについて知ったとき、彼は、ある軍に書簡を書き、宣令を受けて、マムルーク町と戦う、要塞の頼んだ。しかし、ある軍は1291年3月10日にすでに、亡くなっていた。そして、教皇ニコラウス四世も1292年3月に、亡くなり、 彼らの連合した行動への努力は終止符を打った。ある軍の死後、彼の二人の老いによって、短命でかなり無力なハーンくらいの継承が、八つ早に行われた。そして、その一人は、数ヶ月の間ハーンを維持しただけだった。1295年になって、他の有力なモンゴル君主からの協力を得た、ある軍の長子画山が即位して、ようやく安定は回復され、ハンに着く際に、 イスラム教への公式な改修を行い、イルハン朝の国境において重要なターニングポイントとなった。しかし、公式にイスラム教徒になったにもかかわらず、ガザンは複数の宗教に寛容なままで、彼のキリスト教の属国であるキリキアアルメニア王国やジョージアとの良い関係を維持することに取り組んだ。1299から1300年において、モンゴル軍は、 シリアの諸都市での戦いに従事し、ガザにほど近いところまで南下、吸収した1299年、ガザンはシリアを侵略する三つの試みの最初の一手に着手した。彼は新たな侵略の開始とともに、キプロスのキリスト教国家であるキプロスの王で軍の指揮権を持つアンリ二世に書簡を送り、シリアのマムルーク軍の攻撃に援軍として合流するように誘った。 モンゴル軍はアレッポの都市の獲得に成功し、彼らの属国キリやキア,アルメニア王国の王ヘトム2世の軍と合流し、継続する攻撃に参加させた。1299年12月23日、または24日、モンゴル軍は第3次ホムスの戦いでマムルーク軍に干渉した。シリアにおけるこの成功は、モンゴル軍が聖地の再占領に成功して、 エジプトのマムルーク朝えも征服し、北アフリカでチュニジア征服の作戦についたというデタラメな噂となってヨーロッパで広まった。しかし実際はエルサレムは占領されるどころか包囲されもしなかった。実際には1300年前半にパレスチナへのいくらかのモンゴル軍の侵入だけがすべてだった。襲撃はガザ近くまで到達し、いくつかの街を通り抜けており、 おそらくエルサレムも含んだだろうと推測される。しかし、エジプト軍が5月にカイロから再び進撃を開始すると、モンゴル軍は抵抗することなく退いた。1300年7月、十字軍は正解権を得るために海軍活動を開始した。キプロスのアンリ2世の命により、キプロスに16隻のガレー船と若干の小型船による艦隊が編成され、 艦隊司令官として、彼の兄弟、アマルリックとガザンの大使、チアリが同行した。戦団は1300年7月20日に、ファマグスタを出港し、エジプトとシリアの海岸を襲撃し、キプロスに戻るまでに、ロゼッタ、アレキサンドリア、アッコ、タルトゥース、マラクルヤなどを襲った。アルワード島への遠征計画ガザンは1300年11月までに戻るであろうと発表して、 十字軍側が準備ができるように西欧へ施設と書簡を送った。キプロス軍は彼ら自身で艦隊襲撃を行った後、以前のタルトゥースのシリアテンプル騎士団の拠点を取り戻すためにより大規模な作戦を企てた。彼らは当時の時点で動員可能な最大限の兵力を動員した。1300年11月、彼らは 大陸本土のタルトゥースを占領しようとしたが、都市の支配を得ることはできなかった。モンゴル軍は遅れた。その結果、キプロス軍は基地を確立するために沖合近くのアルワード島へ移り立てこもった。モンゴル軍は遅れ続けた。そして、アルワード島の守備隊のみを残し、大半の十字軍兵力はキプロスに戻った。1301年2月、火山率いるモンゴル軍は、ようやく、 シリアへの進撃を開始した。軍はアルメニア部隊として参加したモンゴルの将軍クトルグシャーとイブランケのギー、ジブレのヨハン2世によって引きられた。しかし、6万の兵を引いていたにもかかわらず、クトルーシカはシリア周辺でいくらかの襲撃を行う以外、何もできずに撤退した。1303年のダマスカス攻撃の際、ガザンが アルメニアをヘトゥム2世にクトルグシャワを伴う、用を命令する様子を描いたマルコ・ポーロの東方圏文録の細密が1301年から1302年にかけて、冬季構成をかけるためにモンゴルと西欧の共同作戦の計画が再度検討された。しかし、1301年秋頃、エジプトのマムルーク軍によるアルワード島への攻撃が行われた。長期にわたる包囲の末、 アルワード島ー1302年もしくは1303年に占領された。マムルークは住民の多くを虐殺し、生き残ったテンプル騎士団を捕獲してカイロの牢獄へ送った。1301年末、ガザンは教皇に書簡を送り、兵士、司祭、農民を送り、聖地を再び西欧の領地にするように頼んだ。1303年、ガザンは ある軍の外交官でもあったブスカレロでギゾルフィを通じてエドワード一世に別の書簡を送った。書簡では彼の祖先であるアバカが約束したマムルクアサへの対抗を助け西欧にエルサレムを返還することを再表明している。この年、モンゴル軍はアルメニア軍も伴って約8万機の大軍を動員しシリアへの侵略を再度企てた。しかし、 1303年3月30日に、ホムスで再び敗れ、1303年4月21日、ダマスカスの南のマージアルサファーの戦いで、決定的な敗北を起死した。これがモンゴルによる最後の大規模なシリア侵略であると、考えられている。ガザンは1304年5月10日に制挙し、聖地を早期に奪還するという西欧の夢はついえた。オルジェイトゥ、別名。 ムハンマド・フダーバンダは、イルハン朝海祖フレングの彦で、ガザンの弟であり、ガザンの後を継いだ。青年時代に、彼は最初は仏教に、そして後に、兄ガザンと共に、イスラム教スンニ派に改修して、なおイスラム風のムハンマドに変えた。1305年4月、オルジェイツは、フランスのフィリップ四世、教皇クレメンス五世及び、イングランドのエドワード一世に書簡を送った。 オルジェイトは、前任者ガザンと同様にマムルーク朝に対抗して、モンゴルと西欧のキリスト教国の間の軍事同盟を申し出た。西欧諸国は、新たな十字軍を計画しようとしたが進まなかった。一方、オルジェイトはマムルーク軍に対する最後の作戦を開始したが、作戦は失敗に終わった。オルジェイトの息子、アブーサイードが百二十二年に、 アレッポの和訳に署名し、マムルーク長との最終的な和解が得られたのみだった。1307年に、教皇クレメンス五世に、モンゴル人についての彼のレポートを提示している、コリコスのヘイトン14世紀、イルハン朝が1330年代に滅亡するまで、西欧とモンゴルの間の外交折衝は続いたが、ヨーロッパで、国死病と恐れられたペストの蔓延が起こり、 東方との接触が途切れる原因となった。ビサンチン帝国の皇帝アンドロニコスにせい、パレオロゴスが、トクタとの結婚で娘を与えたように、キリスト教国の支配者と、キプチャクハン国のモンゴル族との間で、二三の婚姻同盟は存続し、トクタの後継者である、ウズベクハン以降も引き継がれた。アブウサイードの後、キリスト教国の君主とイルハン朝の関係は、 非常に気迫になった。アブーサイードは後継者も相続人もないまま1335年に亡くなり、イルハンチョは彼の死をもって滅亡した。滅亡後はモンゴル人、トルコ人、ペルシア人によって小国が軍有拡挙する状態となった。1336年、アビニョン補修の教皇ベネディクトゥス12世への施設が、 元の大都から元の最後の皇帝とゴンテムルによって送られた。施設はモンゴル皇帝の計らいにより二人のゼノバ人によって案内された。施設はモンゴルが大都の大司教助バンニダ・モンテコルビーノのラ来8年間精神的な導きのないままであり心から導きを求めていることを記した書簡を運んだ。教皇ベネディクトゥス12世は4人の聖職者を 元の宮廷への施設に任命した。1338年、総勢50名もの聖職者が、教皇から大都へ送られ、その中の一人のジョバンニでマリニオリは1353年に、元の皇帝から教皇インノケンテウス六世への所管を携えて、アビニョンに帰還した。しかしその後すぐ、漢民族が放棄し、黄巾の乱が発生して、モンゴル人を中国から追い払い、 1368年に、明王朝が成立した。1369年までに、すべての外国の影響は、モンゴル人から、キリスト教徒、マニ教徒と、仏教徒まで、明王朝によって追放された。1402年のティムールから、フランスオシャルル6世への所管15世紀前半には、ティムールは、エジプトのマムルーク朝とオスマン帝国に対抗する、同盟を構築しようとして、 フランスのシャルル6世とカスティーラ王国のエンリケ3世との関係強化に従事した。文化的な面では特にイタリアにおいて若干の西洋の中世芸術におけるモンゴルの要素が見られた。それについて軍事同盟の機会が弱まった後大部分が残っている作品は14世紀頃から存在する。これらはモンゴル帝国の織物と 様々な文脈のモンゴル文字の描写を含んでおり、後者はしばしば時代錯誤だった。織物の輸入は、イタリアの織物デザインに対して、かなりの影響があった。モンゴル軍の軍装は兵士によって、時折擦り切れていたんでおり、外して殉教、または、キリストの貼り付けシーンのようなキリスト教の象徴に、逆らったこれらの行動を思わせた。 これらはおそらくモンゴルの欧州への施設によってもたらされた図画などから模倣されたか、あるいは十字軍国家からもたらされた。大部分の歴史家はモンゴル帝国と西欧との接触について一連の試み、機会の損失、失敗した交渉と述べている。2004年にクリストファー・アトウッドはモンゴルとモンゴルの帝国の百科事典の中で、 西欧とモンゴルとの関係を要約しており、多くの施設と共通の敵に対抗する同盟という明確な論理にもかかわらず、強皇政治と十字軍は、しばしば提案されたイスラム教徒に対抗する同盟を、ついになし得なかったと述べている。数人の他の歴史家は、実際の同盟があったと主張するが、詳細については一致していない。ジーン・リチャードは、 同盟が1263年頃に開始したと主張した。ルーベン・アミタイは実際にモンゴル軍と西欧軍の軍事連携に最も近いものはイングランドのエドワード皇太子が1271年にアバカと活動を調整しようとした時であると述べた。アミタイはまた相互協力に向けた他の試みについても言及したが、しかしこれらのエピソードのどれをとっても同時に シリアの本土城にいた西欧諸国軍側から、モンゴル軍の兵士に対して、同盟について話すことができていなかったと述べている。ティモシー・メイは、1274年の第2、リヨン公会議が同盟に向かうピークだったが、1275年のボエモンの死去で崩れ始めたと述べており、メイもそれぞれの軍隊が決して共同作戦には、つけなかったことを認めている。アラン・ドゥ・マルジェは、 彼自身の本、最後のテンプル騎士団において、同盟は1300年まで夏院されていないと述べている。また、果たして同盟が賢い考えであったかどうか、そして、歴史上のこの時点で十字軍がペルシャとモンゴルの紛争にさえ関与できたかどうか、議論が続いている。20世紀の歴史家、グレンバーガーは、エトゥム一世の例に続いて、 新たなモンゴル帝国と同盟することによって状況を変えることに適応することへのこの地域の東方キリスト教国家の拒絶は十字軍国家の多くの失敗の中でも最も悲しいものの一つであると述べた。類似した見方を持つスティーブン・ランシマンはモンゴルとの同盟が成し遂げられて西欧諸国によって誠実に同盟が実行されたならば十字軍国家の存続はほぼ間違い。 なく長くなっていた。それらが滅亡していなければ、マムルーク朝は無力となり、ペルシアのイルハン朝は、聖をキリスト教国家の強力な味方として、存続していただろうと主張した。しかし、モンゴルを潜在的同盟国と記述したデイビッド・ニコールは、初期の歴史家がゴチへの恩恵からそう述べているが、そもそも全体として、一流のプレイヤーは、マムルーク朝とモンゴルだけで、 キリスト教国は、ちょうど、より、大きなゲームの駒に過ぎなかったと述べている。1300年頃のモンゴル帝国の領域。灰色の部分は、後のティムール朝モンゴルのイルハン朝に加え、元の大都にいる大ハーンと、ヨーロッパの地理的距離は大きかった。なぜ、フランク・モンゴルの同盟が決して現実にならなかったか。そして、なぜそれが、 あらゆる外交接触があったにもかかわらず、想像上のキメラ、またはファンタジーのままであったのか、歴史家の間で多くの議論がなされてきた。多くの理由が提案されてきた。一説には、彼らの帝国の活動範囲として、モンゴル人は西側に拡大することにすべて集中するというわけではなかったということである。13世紀後半までには、 モンゴルのリーダーは偉大なチンギスカンから数世代離れており内部分裂が始まっていた。チンギスカンの統一の最初は遊牧民だったモンゴル人はより定住するようになり征服者から統治者に変わった。モンゴル民族に対するモンゴル民族の戦いが発生するようになりモンゴル軍はシリア正面から去った。聖地のイルハン朝のモンゴル人と東欧で ポーランドやハンガリーを攻撃していたキプチャクハン国のモンゴル人の違いについて欧州の中にも混同があった。モンゴル帝国の中でイルハン朝とキプチャクハン国は互いを敵と考えていたが、しかし西側の第三者である西欧がモンゴル帝国の異なる地域を区別することができるまでには時間がかかった。モンゴルの側でも 特に欧州で十字軍を継続することへの関心が減少していたため、現時点で西欧がどの程度の兵力を集中させることができるかについて懸念もあった。モンゴルペルシャの宮廷歴史家は、イルハン朝とキリスト教西欧諸国との間のコミュニケーションには全く言及せずに、西欧諸国についてのみ言及していた。モンゴル人にとって、 連絡を取ることは明らかに重要には見えないため、困惑させた可能性があると考えられる。モンゴルの君主火山は、エジプトで彼と同じイスラム教徒に対して、異教徒の援助を得ようとするものとして知られていたく、なかったのかもしれない。モンゴルの歴史家が外国の領域を書き留めるとき、領域は、通常、敵か、征服地か、あるいは、反乱地域として分類された。 そのような状況で征服すべき敵地として欧州はエジプトと同じカテゴリーに挙げられていた。同盟国という認識はモンゴル人とは無縁だった。一部のヨーロッパの君主は積極的にモンゴルの問い合わせに応じたが実際に軍隊と物資の派遣を頼まれると曖昧で回避的になった。エジプトのマムルーク軍はさらなる十字軍の派遣を強く心配したため、 マムルーク軍が新たに城や港を攻略するたびに、それを占領せずに二度と決して使われることができないように徹底的に破壊したため、欧州側の物流経路もより困難になった。このことは作戦を継続する上で十字軍にとってより困難さを増し活動の出費を増やした。西欧の君主は彼らの進化に感情的に訴える方法として、 十字軍に参加する考えにしばしばリップサービスを与えたが、しかし実際は彼らは準備に何年もかけて、時には実際にレバント地域へ決して出発しなかった。欧州での地域紛争も集中できない理由になり、欧州の貴族らは自らの軍隊を事業でより必要とするようになり、十字軍に預けたいと考えることもなくなってしまった。欧州側ではまた、 モンゴルの長期目標も心配した。初期のモンゴルの外交は単純な協力の申し入れでなく服従を求める直接の要求だった。モンゴルの施設がより怪獣的なトーン使い始めたのは後期の通信だけだったが、それでも彼らは単元よりもまだ多くの命令を意味した言葉を使用した。欧州とモンゴルの同盟について最も熱心な提唱者だった。 アルメニアの歴史家コリコスのヘイトンでさえも、モンゴルの指導者が、欧州のアドバイスを聞きたいとは思っていないと率直に認めている。彼の忠告は、たとえ一緒に働くとしても、モンゴルの傲慢さを考慮すると、欧州の十字軍とモンゴル軍の接触は避けなければならないということだった。欧州の君主らは、モンゴルが聖地で立ち止まるだけで満足しておらず、世界支配の はっきりした野望があることをわかっていた。モンゴルが西欧諸国との同盟を成功理に成し遂げてマムルーク朝のスルタン国家を滅亡させたならば、結局彼らはキプロスやビザンチン地域の欧州国家に確実に食ってかかっただろう。彼らはまたきっとエジプトを征服し、そこからムワヒヒド朝やマリーン朝まで邪魔になる強国もないアフリカのマグレブ地方への 全身を続けることが可能だった。そして最後に、モンゴルとの同盟について、欧州の一般民衆の間で多くの支持はなかった。欧州の作家は、聖地を回復する最良の方法についての彼らの考えについて回復文献を作成していったが、実際の可能性として、モンゴル人に言及した人は、ごくわずかだった。1306年。 教皇クレメンス5世が十字軍の継続についての提案を示すように軍司令官のジャックド・モレーと古くド・ビラレに尋ねたとき彼らはどちらもモンゴルとの同盟について少しも考慮に入れなかった彼らは2、3の提案の後でモンゴルについてシリアを侵略することやマムルーク朝の軍の気を逸らしておくことはできても共同作戦が期待できる力はないと簡単に説明しただけだった ありがとうございます。